クラゲさん用に3D プリントパーツの洗い方をちょっと今撮ってみます。これが見えるかな。これ今 3D プリンターの棚なんですけど、こっちがソニックミニで、でかい方がシャッフルで、今スーパーホーネットのパーツをプリント中です、ね、でさっきやったのがこれか。これが造形し終わったやつで、ただ斜めに立てかけといて、レジンを切っただけの状態なんですが、これをこっちの100均のタッパーにアルコールが入ってて、で手袋で、これ片手だと難しい。最近は外すのが面倒くさいんで、100均の安いポリエチレン手袋、これ100枚で 100円、を使ってます。で、これもだいぶなんか不純物、レジンが下の方で固まってるけど、これでもうこのままビルドプレートごと洗って、こうやってこんな感じでジャバジャバ洗って、これを何度か繰り返して、結構こうつけて揚げた時に流れるアルコールで割と綺麗になるので、これ下に降りるときになんかレジン樹脂も引きずられて一緒に落ちるんで、これで割と綺麗になります。で何度か洗ったら立てかけて、手袋は捨てちゃうんですけど、これブレーキクリーナー、なんかでかい、こんなでかいんですけど、モノタロウで買ったやつで、ノズルが長すぎて使いづらいんで、今短く切ってるけど、こんぐらい短く切っても全然使いやすいんで、これを振ってヘアブラシ拭くみたいな感じです。これだとノズルの中とかもピンポイントで拭けるので、一応こんな感じで、濡れてると分かんないんで、今1回目なんですけど、でこれである程度乾燥させて、まだちょっとテカったりしてる部分があったら、もう一回アルコールにつけて同じ手順を繰り返し、だいたい今2回ぐらいで剥がして二次硬化させて出荷してます。うん、バラしちゃう、パーツをバラバラにすると向きが変わっちゃって、こっちに今これ超音波洗浄機、もう今あんまり使ってないんで、超音波洗浄にアルコール入れて使ってたけど、下に溜まったレジンが超音波でつけると混ざっちゃって、結局パーツの方にまとわりつくんで、あんまり今使ってないっすね。今はだからアルコールでチャパチャパ洗って、ブレーキクリーナーで洗い落として、で乾燥させて、どんどん終わりみたいな感じです。だから見栄えはラフトにちょっとレジンが残りがちになるんで、見栄えはあんまり良くないかもしれないんですけど、パーツの中に溜まることが、この奥向きを変えたりすると一定のところに全部溜まるから、チェックもしやすいし、それの方がいいと思います。以上、何か参考になればとりあえず見てください。ありがとうございます。あと追加でスプレーのブレーキクリーナー、これ缶スプレーとしてで、弱拭きとかもやろうと思えばできるので、こうか、こんぐらいのくちゃくちゃ感じからずっと滑ってきて、マックスだとこれだけど、マックスだともう飛び散っちゃって周りもベタベタになっちゃうんで、まあエアブラシ使ってればこの辺の力加減は全然大丈夫だと思うんで、マックスだとこれがこんな、これだと部屋中ベタベタになっちゃうから、この辺は慣れがちょっと必要かもしれないですけど、まあ普通に簡単に慣れればできると思います。以上です。